シュワスマン・ワハマン・ライーチ彗星は1927年にアルノルとシュワスマンとアルノ・バハマンが発見した後天周期14.7年の周期彗星である。頻繁にアウトバーストを起こすことで知られる。シュワスマン・ワハマン・ライーチ彗星はドイツ・ベルゲドルフのハンブルク天文台のアルノルとシュワスマンとアルノ・バハマンが1927年11月15日に 撮影した写真から発見した。13.5等級だったが、急速に暗くなり、11月28日には15等級、12月1日には16等級にまで落ちた。1902年3月4日に撮影された写真に映っていたことが、プレカバリーポーを使い1931年に発見された。12等級だった。 1902年の観測も1927年の観測もアウトバーストの最中だった。シュワスマン・ワハマン第一彗星は普段は16等級前後だが突然アウトバーストを起こし12等級前後まで明るくなる。アウトバーストは毎年起こっていて1から2週間で16等級に戻る。最大で19等級から9等級まで変化したことがある。 アウトバーストを起こす彗星はいくつかあるが、ほとんどは1等級ほど変化するだけである。シュワスマンワハマン第一彗星のアウトバーストは、揮発性物質が爆発的に蒸発して起こると推測されているが、詳細はまだ不明である。シュワスマンワハマン第一彗星の軌道シュワスマンワハマン第一彗星は、木星軌道の少し外側で、円軌道に近い楕円軌道を描いている。これは、 ケンタウルス属小惑星に特徴的な軌道で、シュワスマンはハマンダイー水星もケンタウルス属に分類できる。ケンタウルス属は木星と海王星の間を交点する氷の天体で約45天体が発見されている。ケンタウルス属は最近エジワースカイパーベルトから侵入してきた天体で、その中には将来惑星の重力で軌道が変わり、 太陽に接近する通常の周期彗星になるものもあると思われている。ありがとうございます。